AE カメラ、AE カメラ、AE カメラは露出を自動で行う機能を持つ写真機である。絞りやシャッター速度、シャッタースピードを自動的に制御し、被写体の明度に応じた露光が得られるようにする機能を AE 機能、AE 機能と呼ぶ。この種の写真機については、他にも自動露光調節式カメラ、自動露出カメラとも呼ぶ。当初は EE、e、カメラの略。 電気の目の意と呼ばれた。AE は、対別して、がある。AE の方式は、露出の二大要素である、絞りと、シャッター速度の打ちどれをカメラに、自動制御させるかによって、いくつかの方式に分かれており、これを、露出モードという。一般的に採用されている露出モードは、以下の通りのものがある。S、TV モード、あるいはシャッター優先オート、 シャッター速度優先 AE とも言われる。設定したシャッター速度を基準とし、そのシャッター速度に応じて、絞りを自動的に変えることで適正な露出値を折る。被写界深度よりも、露光時間による効果を重視する場合、あるいは、手ぶれを防止したい場合に有効である。一般的な使用例、A、アブモード、あるいは絞り優先オート、絞り優先 AE とも言われる。 設定した絞りを基準とし、その絞りに応じて、シャッター速度を AE 機能が自動的に変えることで適正な露出値を得る。絞り値を調節し、被写界振動を意識した撮影をする場合に有効である。一般的な使用例、P モード、プログラムオートとも言われる。シャッター速度、絞りの両方を一定のプログラムを元にして割り振ることで適正な露出値を得る。 あらかじめ決められた絞りシャッター速度の組み合わせをグラフにしたものをプログラムラインズという。絞りシャッター速度の中間的な露出を素早く決めたい時に有効である。一般的な使用例、プログラム露出の方式は2種類存在する。一つは、ある EV、フィルムに対する明るさに対して一つのシャッター速度と一つの絞りが決まっている方式で、 もう一つは EV が同じになる絞りとシャッターの組み合わせを自由に変更できる方式である。前者はシャッター機構を簡単に作ることができ、複雑な操作も不要になるため現在のコンパクトカメラ度初心者向けのカメラでは最も一般的な露出機能である。後者は高度な写真表現を可能とするが、機構は他の露出モードやマニュアル露出と同様のものを必要とするため、 他の露出方式と共に一眼レフカメラに搭載されることが多い。後者の方式において、絞りとシャッター速度の組み合わせを変えることを、プログラムシフトと呼ぶ。なお、プログラム自動露出機構は、24-36mm、mm、ライカ版コンパクトカメラ、24-36mm、mm、ライカ版一眼レフカメラ、110フィルム用カメラ、デジタルカメラ以外にはほとんど搭載されない。 現在の 24-36mm 内科版マルチモード a f 一眼レフカメラやデジタルカメラではこのプログラム露出の発展型として多数の露出プログラムを用意しカメラが撮影シーンや使用するレンズなどに合わせて最適な露出プログラムを自動選択するマルチプログラム撮影シーンスポーツモードや夜景モードなどに合わせ最適化したシーン別全時プログラム露出 さらに通常のプログラム露出モードとシーン別プログラム露出を自動選択する自動シーンセレクターを搭載する機種も多い。デジタルカメラはフィルムカメラと異なり ISO 感度を自由に設定できる特徴を持つ。そこで撮影者がシャッター速度と絞り値の両方を任意に設定し ISO のみを AE 機能が自動的に変えることで適正な露出値を得る。 飛ぶモードとも呼ばれる。近年のデジタルカメラでは、シャッター速度と絞り値をマニュアルで設定すると、感度が適正露出になる、要自動設定される、というモードを備えるものが現れている。従来プログラムオートモードのみで有効だった、自動感度調節、主に暗い場所で自動的に感度を上げる目的が、マニュアルモードでも有効にできる、別の新しいモードが追加されている。 など今のところ方式はメーカーモデルによりまちまちである。それまで機械式フラッシュ自動露出機能として使われていたフラッシュマチックに代わりフラッシュ撮影を完全自動化するために開発されたフラッシュ撮影専用の露出モードである。このモードを使用するにはフラッシュ側も TTL フラッシュ自動露出に対応している必要がある。この AE では 撮影前に一度フラッシュを発光して、実際のフラッシュ使用時の明るさを測り、プリ発光、その後実際の発光、撮影が行われる。震度優先 AE。震度優先 AE は、被写体との任意の2点を測ることで、被写界震度を優先させて、絞りシャッター速度を自動調節する AE 機能である。任意の2点、最遠部と至近部の距離の浅さ。 深さで被写界深度を決められる。1987年昭和62年3月1日にキャノンが発売したキャノン EOS650 で初めて採用した。その後自動的に深度が深くなる自動深度優先 AE、自動深度優先 AE が開発され、同社が製造販売するデジタル一眼レフカメラに搭載している。被写界深度優先 AE、 被写界深度優先 AE とも、TTL 露出系内蔵式の AE カメラにおいて、各 AE 機能によって得た、適正露出値、つまり、シャッター速度と絞り値を、一定時間中固定、ロック、記憶状態させる機能である。メモリーロック、M ロック、増面光量ロックとも呼ばれる。この機能を使った、主なテクニックの一例として、絞り値優先自動露出モードにおいて、 適正露出を得るのに厳しい撮影環境、つまり、撮影フレーム内にて、光量差の大きな被写体が混在するような状況度で、スポット速攻で被写体の中の適正露出を得やすい、光の反射率の色、緑、青など、や経験にて適正補正値を把握している箇所を速攻し、AE ロックによって一時的に露出値を固定させて、撮影がその間に記憶し、再フレーミングしてから、 スポット速攻によって得た露出値を加味して撮影するなどの使用法が考えられる。カメラの機種によって専用ボタンが設けられているもの、シャッターボタン半押し状態でロックされるものや、また AE ロックされた状態を機能解除するまで続行可能なものなどがある。自動露出で得た露出値が必ずしも適正な露出値ではない場合がある。また、 意図的に露出を外す撮影をする場合もある。そうした場合に、専用のダイヤル、あるいはボタン操作によって、より撮影者の意図に沿った露出を容易に実現する、機能である。基本的な自動露出の3方式のうち、最も早く実用化されたのが、シャッター速度優先 AE である。これは、機械式のシャッターの速度を露出計に連動させて、変更することは、 ほとんど不可能だったからである。この時代に自動露出のことを EE と呼んでいたのは当時の自動露出カメラが人間の目で光彩にあたる絞りを制御して適正露出を得ることから電気仕掛けの目イコールエレクトリスイと呼んだからであった。最初に AE が普及したのは当時一般ユーザー向けとして最も普及していた 2436mm 内科版や 2418mm ハーフ版のレンズシャッター式距離計連動カメラあるいは目測カメラであ。る。世界で初めて実用的な AE を搭載したカメラは1960年、昭和35年に発売されたオリンパスの 24-36mm 内カ版レンズシャッター式距離計連動カメラオートアイである。このカメラはセレン光電池を使用した受光部とシャッター速度、リング、 フィルム感度ダイヤルに連動した、殺動可変抵抗によって露出系を駆動する。レリーズボタンを半押しすると、その力で露出系の針を張り押さえと、ノコギリ陣状のダンカムで挟み込んで、メーターの針の位置を読み取る。さらにレリーズボタンを押し込むと絞りが絞り込まれていくが、この時先日のダンカムの位置によって制御される、絞りストッパーが動き、 適正露出になったところで絞り込みにストップをかけ、適正露出を得るという仕組みである。1961年、昭和36年に圧倒的な低価格で販売され一大ブームを巻き起こしたキャノンのキアノネットも同じ仕組みのシャッター速度優先 AE を装備しており、この方式は一般ユーザーの間で芝叩く間に普及した。この方式は全機械式連動で、 シャッター速度優先 AE を可能にする、ほぼ唯一の方法であり、その後あらゆるカメラメーカーで10年以上にわたって AE カメラ設計の上等手段であり続けた。シャッターの半押しで自動制御の状態がロックというユーザーインターフェースはまさにこのメカニズムにより、自然発生したものであるが、今日まで使われている。後に、プログラム AE が普及していくと、 シャッター速度優先 AE は、レンズシャッターカメラ用 AE の主役を分け渡したが、いくつかのシャッター速度優先 AE のコンパクトカメラが、仕組みも、ほとんど1960年当時から変えないまま、販売され続けた。しかし、1980年代後半に入ると、コンパクトカメラのシャッターは、電子プログラム AE が常識となり、シャッター速度優先 AE は、 コストや小型化の競争についていけなくなりほぼ姿を消した。シャッター速度優先 AE に数ヶ月遅れて実用化され出したのがプログラム AE である。プログラム AE は絞りもシャッター速度もカメラ側が調整しなくてはならない。しかしこの段階ではまだシャッター速度を露出系で制御する手立てはなかった。そこでシャッター速度は固定して絞りのみを制御する方式が 開発された。簡単なものは、富士写真フィルムから発売された簡易カメラ、富士ペット EE に採用された方式で、露出系指針に直接絞りプレートを取り付けるものである。しかし、これでは、暗い場所では一切撮影不可であり、フィルム感度も固定になるなど、撮影条件において大幅な制約を受けるため、より本格的な仕組みが考案された。絞りは、 シャッター速度優先 AE のようなダンカム制御方式で制御し、シャッター速度はフィルム感度に連動させるというものである。この方式は、リコーのオート35などに採用された。またオリンパスは1961年、昭和36年に発売した 2418mm ハーフ版カメラのペン e e に絞りに加え2速ながら、シャッター速度も自動切り替えできるシャッターを、 自社開発して搭載した。ミノルタのユニオマット、キャノン、デミ、コニカ、コニカエルなどはひとまず絞りリングとシャッター速度リングをつないでプログラムシャッターとしながらも AE とするのは諦め推進式として適正 EV を合わせる方式とした。翌1962年、昭和37年にはコパルが機械式マルチプログラムシャッター、コパルマジックを発明し、 これを搭載する唯一のカメラ、富士カ三十五オートエムが、富士写真フィルムから発売された。複雑なギア連動機構を用いて、絞りでの制御限界時には、シャッター速度も変化させるという特殊なシャッターであった。このシャッターは極めてコスト高となったため、このカメラ以外には採用さなかった。一方、シチズンからは羽を半壊させることで絞り、兼用とした5枚羽シャッターを持つ。 プログラム AE 専用シャッターのシチズンユニーが製品化され、このシャッターとセレンコ電池駆動のメーターをダンカムの代わりに針押さえと回転カムで検出、制御する機構を搭載したハイマチックがミノルタから発売された。このカメラは画期的な全自動カメラとして高い評価を受け、世界で初めて宇宙で使用されたカメラにもなった。1963年、 昭和38年にはコパルから2枚の絞り券用シャッター羽根の開角度をフライホイールで制御するコパルユニークシャッターが製品化されヤシカより発売されたミニマチック S に採された。この方式が現在一般的なプログラムシャッターの露出系と絞り券用のシャッター羽根の開角度を連動させて適正露出を得る仕掛けの直接の元祖である。あとに シャッター速度優先 AE とプログラム AE を兼ね備える成功 ALA シャッターが成功から発売され、このシャッターを用いて、いわゆるマルチモード自動露出を装備した数少ない距離、軽動カメラ、ハイマチック11がミノルタから発売された。また、成功からは安定して動作する電子プログラムシャッターである成功 SF が登場し、電磁作動という特徴から、 様々な形状、大きさのものが製作可能とあって多くのカメラに通された。このシャッターは後にオートフォーカスモジュールにも組み込まれた。同社が以前製造していた成功者 S e 電子プログラムシャッターは非常に作動安定性が悪いという欠陥を抱えており普及しなかった絞り優先 AE。後年、家庭用にはよりコンパクトで簡単操作の コンパクトカメラが求められるようになると、これらのカメラには、プログラム AE が搭載されることが当たり前となった。2000年代を過ぎても、コンパクトカメラに搭載されているのは、プログラム AE がほとんどだが、一部高級志向のコンパクトカメラでは、プログラム AE の他に絞り優先 AE を搭載するものもある。これらのシャッターは、小型化を追求し、羽根の駆動に必要なバネ。 それの井戸以外はすべてマイコンによるデジタル制御になっていることがほとんどである。しかし、現在のコンパクトデジタルカメラにおいてはもはや、機械的なシャッターを廃してしまったものが多くを占めており、文字通りシャッターはプログラムそのものとなった。このためプログラム露出専用としてもコストの優位性はなくなり、一眼レフ同様のマルチモード露出を搭載するものが増えているが、 それらも依然として基本は操作の優しいプログラム露出で使用するように設計されている。シャッター速度優先 AE に遅れること5年の1965年、昭和40年、コパルから従来のシャッターの超速機構をそれのイド仕様の制御装置に置き換えた電子制御シャッター、コパルエレクが世に出れた。電子制御シャッターはシャッター速度を電気信号で制御できるため、 今まで不可能だった露出計によるシャッター速度の制御がついに実現できるようになった。また成功者からはプログラム AE の電子シャッターである成功者 SE が発売された。前社のコパルエレクをいち早く採用し絞り優先 AE のカメラを実現したのがヤシカの 2418mm ハーフ版カメラエレクトロハーフである。 この後 24-36mm ライカ版のエレクトロ35が発売されると明るいレンズと電子制御ならではの超長時間露出が極めて高い評価を受けブームとなった。一方、他のカメラメーカーは揃ってプログラム電子シャッターの成功者 SE を採用した新しい方式である絞り優先 AE によって カメラに詳しくない一般ユーザーを戸惑わせることを懸念しのことだったが、成功者 SE はまだ性能の低かったゲルマニウムトランジスタを多数使用し、羽の作動も二つのソレノイドの電磁力で行う設計で、しかも電源は水銀電池一つだけとしたため、動作が不安定で故障が多発した。このため、ヤシカ以外のカメラメーカーは電子シャッターそのものの信頼性に回帰的になり、 コパルの絞り優先式にも乗り換えることはなく、機械式のシャッターに戻してしまった。一方のコパルエレクは、成功者 SE よりも高電圧を必要とする代わりに、安定したシリコントランジスタと抵抗器による制御で、羽の作動そのものは、機械式だったため安定して動作したが、成功者 SE での失敗に懲りた、ヤシカ以外のメーカーにはなかなか理解されなかった。この後、 絞り優先 AE は一眼レフカメラに搭載されて発達しコンパクトカメラにはプログラム AE が普及することになる。一眼レフはレンズ交換をするため AE 特にシャッター速度優先方式を搭載するにはレンズとカメラの間に複雑かつ精密な電動機構を搭載しなければならず電動機構を備えていないそれまでのマウントでは そのためにマウントを変更しなければならなかったこともあり、AE の搭載は遅れた。1963年、昭和38年、東京工学、現、トップコンが、外光式露出系とそれに連動するシャッター、速度優先 AE を搭載したレンズ交換可能な、レンズシャッター搭載一眼レフカメラ、ウィンクミラー S を売り、さらに1964年には、 TTL 解放速攻を採用したトップコンユニを発売する。同期はウィンクミラーエース発売時に採用されたレンズマウントはレンズの全群を交換するもので AE 機構を前提に設計されたため絞り制御のための連動機構を搭載しておりマニュアル撮影時も絞りはボディ側で設定するようになっていた。さらに1965年昭和40年12月 コニカがフォーカルプレーンシャッター搭載機としては世界初のシャッター速度優先 AE を実用化した一眼レフカメラオートレックスを開発した同期の開発にあたってコニカは一眼レフのレンズマウントを変更しているこの後もトップコンレンズシャッター機とコニカ以外はコアレンズシャッター方式キャノンフォーカルプレーンシャッター方式などが全軍レンズ交換方式の一眼レフで シャッター速度優先 AE やプログラム AE を実現した程度で長きにわたって一眼レフの AE 化は距離計連動カメに対して遅れていた。1971年昭和46年極光学が電子シャッターによる絞り優先 AE を搭載した一眼レフカメラアサヒペンタックス ES を発売した。この後光学日本光学 ミノルタヤシカが絞り優先 AE 陣営になり、キャノンポニカペトリがシャッター速度優先 AE 陣営となった。この頃、ユーザー側ではシャッター速度優先 AE と絞り優先 AE のどちらが優れているかという論争があった。一眼レフカメラの場合、レンズ交換機構を持たないレンズシャッター機とは逆に露出によって絞りを制御することが困難であった。 レンズ交換をする一番レフカメラは、レンズの開放絞り値が一定ではなく、さらに当時の AE 撮影を想定していないレンズは、絞りを開閉するピンを、同じ距離動かしても絞りが絞られる量は、レンズの設計によってまちまちだったためである。このため、絞り優先 AE g a、e、のメーカーは、電子シャッターを用いて、シャッター速度自動制御する方式のカメラを作り、 シャッター速度優先 AE 陣営のメーカーはマウントに何らかの変更を加えて絞りの自動制御を実現した。1977年昭和52年ついにミノルタからシャッター速度優先 AE と絞り優先 AE を兼ね備える世界初のマルチモード一眼レフカメラ XD が発売され1978年昭和53年にはキャノンから マルチモード一眼レフ A-1 が発売された。ミノルタは結局上位互換ながらレンズマウントを変更したが、XD では瞬間、絞り込み速攻を採用して、旧式、レンや絞りを最小絞りにしていない状態のレンズでも代わりに、シャッター速度を再調整することで適正露出を可能にしていた。また、キャノンの A-1 は積極的にコンピューターを搭載して、 多彩なロモードを備えた。こうして一眼レフの自動露出システムもほぼ完成を見ることとなった。現在では高度な電子技術と各社の適正露出を算出するノウハウの蓄積によってカメラに内蔵されたプロセッサで各速攻タイプに基づいて露出を測定、自動的に適正な露出値を割り出す方式の完全自動露出が実現された。さらにフラッシュにも連動した。 TTL フラッシュ自動露出なども可能になった。その後は複数の完全自動露出パターン、マルチプログラムを実装し、自動選択されるまでに消化した。現在はごく一部のマニュアルカメラを除く、オートフォーカスカメラ、そしてデジタルカメラにはほぼ必ず完全自動露出機能が実装されており、もはや一般的にはカメライコール AE カメラという構図が成り立ったため、 使われることのない故障である。一方、中盤一眼レフカメラでは、基本的に即射性を求められることが少なく、また露出に関する知識の豊富なユーザーが使用することがほとんどだったため、近年まで自動露出はほとんど搭載されなかった。しかし、24-36mm、内科、mm、版のプロ用一眼レフカメラなど、露出が分かっているユーザー向けのカメラでも AE が装備。 されるのは当たり前になっているため、1990年代、2000年代以降は、中盤一眼レフカメラにも AE を搭載するものが現れるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。